今カニたちが消えていったあたりの泥砂をどん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 このザルに放り込んでいく。砂を山盛りに持ったら、さあよーくすいでやると、ほーら。こんにちは、平坂です。今日はですね、沖縄の海でとある珍しいカニを捕まえて食べます。といってもただの美味しいカニではございません。食べるとなんと舌がバグっちゃうカニです。昔から僕が出てるテレビ番組とか、あるいは僕が書いた本、著書をチェックしてくださってる方の中には、あのカニねってもうネタが割れちゃってる方もいらっしゃると思いますけども、なんせ姿も可愛いカニなんで、ぜひもう一回見てってください。というわけで早速捕まえに行きましょう。さあ今日のフィールドはですね、こうして海が干上がった後にできる湿原、すなわち干潟です。今がねちょうど潮の干潮の時間帯なんですけど、ついさっきまで2時間ぐらい前までここって一面海の底だったんですよ。信じらんないでしょ。でこの潮が引いて陸地が出てる今の時間帯にだけそのカニは現れます。と言ってる間に多分もうそろそろこの辺いるんじゃないかな。あ、いるいるいる、遠くの方に見える、カメラだとわかるかな、あのつぶつぶしてるやつ。あ、見えてきた見えてきた、こいつらこいつら、このブルーベリーみたいな、うわいっぱいいるいっぱいいる、ほら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 、この子たちです。うりゃ、うわほら、すごい勢い潜ってくるじゃん。これが今回のターゲットの南コメツキガニです。うわいっぱいいる、全部そうじゃん。すごいね、これ取り放題だね。この南コメツキガニは南日本の干潟にだけ生息する珍しいカニです。このカニは干潟の泥に含まれる微生物や有機物だけを食べる非常におとなしいカニです。捕まえてもハサミで挟んだりはしてきません。その代わりね、逃げるのが得意、逃げ足が速いっていうわけじゃないんですけど、すごいスピードで潜るんですよ。砂の上で体をドリルのように回転させて、あっという間に砂の中へ消えていきます。で問題は捕まえ方ですよね。こうしてせっかく姿を見つけても、ほらあっという間に潜って消えてしまう。ほらもうどこにいたか分かんない。でも大丈夫、この忍者みたいなカニたちを捕まえるための秘密兵器があります。それがこれ、じゃーん、ザルです。さあこれを一体どう使うのか、今からご覧に入れます。お、あそこいっぱいいるな、あそこにしよう。よし、見つけたぞ大群を。さあでこうして近づいていくでしょ、近づいていくでしょ、ほら。そしたらすごい勢いでみんな潜っちゃうのよ。でほら、あんなにたくさんいたのにもう見えなくなっちゃった。でどうするかっていうと、ここにザルを置きます。で今カニたちが消えていったあたりの泥砂をどん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 このザルに放り込んでいく。どん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 放り込んでいく、放り込んでいく、放り込んでいく。砂を山盛りに持ったら、はい、これをですね、この山盛りに持った土をこの水の中で、干潟の水の中でこうすすいでやる、すすいでやる、すすいでやる、さあよーくすすいでやると、ほーら、大量、すごいっしょ。おー、これ100匹くらいいるか。こんなにはこんなにはいらないんだけど、これは9割リリースだな。と、こんな具合に非常に効率よく、カニを取ることができます。南コメツキガニ限定だけどね。あんまり調子乗ってね、でバカでっかいザルに大量に砂持っちゃダメよ。あの砂の重みでカニが潰れちゃうからね。よし、まあこんぐらいでいいわ。これぐらいで試食にはこと足ります。よし、ミッションコンプリートです。調理法はシンプル、そのまま油で揚げるだけ。調理時間たったの3分で南コメツキガニの唐揚げ完成です。その不思議な味わいを体験するにはこの料理法が一番なんです。じゃあいただきます。でこの南コメツキガニね、食べ方にコツがあります。一度に 3,4 匹を口に放り込んで、よーく噛みます。でたっぷり30秒から1分ぐらい噛みしめて飲み込む。この時点では特に変わった味はしません。エビフライの尻尾の部分だけ食べてるような、あるいは殻の多い小エビの唐揚げを食べてるような感じです。ただですね、飲み込んで一呼吸置きます。
すると僕だけ楽しそうにしてごめんなさいね。あのね、このカニ食べた後に深呼吸すると口の中がめちゃくちゃ甘くなるんですよ。このカニが甘いわけじゃないんです。このカニは特に味はしません。あのエビ、普通のエビやカニとあんま変わんない。でも食べた後になぜか口の中が甘くなる。これはね、この吸い込んだ空気が甘くなるんですよ。どうもね、このミナミコメツキガニの体内には人間の舌を狂わせる成分が入ってるみたいなんですね。で、その成分が舌にこびりつくと本来は味のないはずの空気を甘く感じてしまう。不思議ですね。で、このカニを食べた後にこのお水ですね、何の変哲もないミネラルウォーターを飲むと甘いんです。本当に甘い人工甘味料を入れたような甘さがします。ちょっとしたスポーツドリンクぐらい甘い。さらにはですね、この苦いブラックコーヒーもほら、正真正銘無糖ですよ。いただきます。微糖ですね。無糖なんだけど微糖の味がする。ただですね、甘いと言ってもそんなにいいもんではないです。果物とか砂糖みたいな自然な甘さではなくて、アスパルテームなどの人工甘味料みたいな、ちょっと口の中で粘つくような不自然な甘さなんですよ。このミナミコメツキガニを食べることによってこういう舌への異変が起こるメカニズムについては未だ明らかにされていません。なぜこうなるのかはっきりしてない。何かしらね、こう舌を混乱させる成分が含まれているっていうのは間違いないんですけど、もしかしたら今後研究が進んでこの成分の謎が解き明かされて僕たちが普段食べてるものにも応用されていくかもしれません。そう考えるとやっぱり野生動物ってのは未知の知識、技術をたくさん蓄えている存在なわけですね。ですから今後ももしかすると僕らの身近な生き物たちの中から画期的な発明品が生まれるかもしれません。さ、というわけでいかがだったでしょうか。食べると全てが甘くなる不思議なカニ、ミナミコメツキガニ。皆さんもね、いつか沖縄の干潟を訪れることがあったら探してみてください。そしてもしよかったら3匹ぐらい捕まえて素揚げにして食べてみてください。不思議な体験ができると思います。さ、というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。